台東区立図書館は、中央図書館、根岸図書館、石浜図書館、中央図書館浅草橋文室からなる、台東区の公共図書館である。町角図書館として、倉前、オレンジ図書館、すこやか図書室、東浅草中吉図書館がある。また、連携施設として、上野桜木会館、生き生きプラザ、羽ばたき21情報コーナーがある。特殊コレクションに、 浅草文庫と池波翔太郎記念文庫がある。中央図書館は1962年1月23日に東京都台東区三筋2-15-8ののに開館し、2001年8月15日に一旦閉館、同年9月26日に現在地の西浅草で移転開館した。文館を合わせた総職員数は61名。教育委員会が所管している。 当初は東京都台東区立図書館設置条例で設置が定められていたが同条例は廃止され現在は東京都台東区障害学習センター条例で定められている浅草を故郷とした作家池波翔太郎の業績や作品を広く伝えるため2001年に中央図書館1階に開設された蔵書は約1万冊 その他自筆原稿1万3000枚などを収蔵する。書斎が再現されている。昭和52年11月、浅草観光連盟によって設置された芸能を中心とする浅草関連資料。平成12年から鉄府浅草館で公開されたが、平成23年に同館は閉鎖した。これに伴い、浅草観光連盟が、 文庫のうちの図書資料を台東区に寄贈した。寄贈を受けた台東区はコレクションを図書館で公開することとし、平成24年11月17日に中央図書館2階の郷土資料調査室に浅草文庫コーナーを開設した。同名の浅草文庫は、他に元書籍館の浅草文庫、二代目板坂占い祭の浅草文庫、 堀田正盛の浅草文庫、大月助伝の浅草文庫がある。平成30年度台東区立図書館事業実績について、2020年11月11日閲覧。AB 平成23年度事業報告台東区、生涯学習センター、平野めぐみ、台東区立中央図書館、浅草文庫うちの図書館お宝紹介。第129回、図書館。 雑誌2013-107巻6号356-357ページ浅草文庫コーナー台東区立図書館ありがとうございます